最もふさわしい方を任命すると述べるにとどめました。岸田総理大臣は参議院本会議で次の日銀総裁人事について問われたのに対し、現在の黒田総裁の任期が4月8日までであるとした上で、その時点で最もふさわしい方を任命すると述べるにとどめました。岸田総理は今週 BS テレ東の番組で黒田総裁の退任を明言するとともに、新総裁の人事案を来月国会に提示する考えも示しています。